こんにちは。こんにちは。今日もお昼配信です。ここ最近お昼配信習慣化している気がする。どうも。どうもこんにちは。多分明日はできないんですよね。明日はちょっとお昼配信できないんだけど、明日、明後日はできない気がするんですが。配信見に来てくれてありがとうございます。スプマンテさん音符ありがとう。おたけさんハートありがとう。もりもりさん音符。ゼータンかわいいありがとう。コナンさんマイク。シンさん音符。ソイカラさん。イスリザルさんハートありがとうございます。こんにちは。どうもどうもどうも。やっほー。カンさん音符とマイク。アルテミスさんハートありがとう。ヒーローさんお断りです。ヒロッチさんハイビスカス。テキサスのロンスターさんバラ。コウさんバルーン。ハリーポッターメガネのヒゲおじさんハートありがとうございます。髪の毛をやらないといけません。今日も髪の毛を熱で痛めつける儀式今日もやっていきます。ラクさんダルマありがとう。フジポンハート。シュンさんバルーンありがとう。わー髪の毛を痛めつけていくの。いやー真空拳さんマウナさんアンプありがとうございます。もう毎日痛めつけの儀式です。今日眉毛がなんかいい感じかもしれません。おいしょ。はい、ではまずは頭皮の分け目を作ります。こんにちは。今日は木曜日ですね。8月の8日ゾロ目です。今日はゾロ目の日ですよ。みんなお仕事か。明日まで頑張ったらお盆休みがある皆さんは頑張って頑張っていきましょう。明日頑張ってもお盆休みなんてものはないって方も一緒に頑張っていきましょう。共に頑張りましょう。前髪がまた伸びました。なんか前髪なんかついてる。スプレーの残りかもしれない。昨日のキャーね。明日は冷ましてです。明日からが私の体調気をつけ頑張りウィークです。もうヒヤヒヤドキドキです。明日から来週の土曜日まで約1週間イベントがたくさんなので体調気をつけウィークです。ねえほらスプレーの残りみたいなのがいる。キャー。シャンプー2回したのにな昨日。こんにちは。 BD マンさんマイクありがとう。かまちゃんハイビスカス。エルさん音符ありがとう。下は冷まして、冷ましてちゃん、サマステちゃん、サマ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 ステちゃん。こんにちは。どうも。ちょっと前髪巻きすぎちゃった。前髪巻きすぎて。いや
スプレーはね何しても取れないかったりするんよ。メンバーこの前他のメンバーが2日経っても取れなくて、事務所であのシュッシュってするアルコールで前髪拭いてた。シュッシュッシュのやつで前髪をやってたけど、それでも取れないって言ってたから、やっぱスプレーって頑丈なんですよね。汗でも落ちないから相当頑丈だ。こんにちは、 C さん、音符、うっかりあんこさん、尊いありがとう、 P さん、かわいいありがとう、マクールさん、マイク、ミックさん、バラありがとう。うん、明日の東京は曇りのち雨予報から晴れのち曇り。お、変わったの？やったね、やったやった。野外だから雨は大変よ。台風も来なくてよかったですよね。台風ちょっと恐れていたけど、この時期今年あんまり台風日本の方来てない。台風1号とかはね、めっちゃニュースでやってたけど、今年なんか少ない。毎年さ8月の頭とか来てたような気がするんだけど。あ、ゲリラ豪雨、確かにね。そうだよね、天気が変わりやすいよね。フレーベさん、マイクありがとう。こんにちは。そうだね、風も心配だね。本当だよ。千葉は今雨。そうなの、めっちゃ降ってる。気をつけて過ごしてください。雨か、そっか。マルヒノさん、ミックさん、ポストさん、バルーンありがとうございます。もう完成完成完成、終わり終わり、もう暑いからもう、はい、完成です。前髪は切ろう、後で伸びすぎて巻きすぎちゃった。なんかすごい、もう椎茸の裏側みたいな前髪になっちゃった。椎茸みたいになっちゃった。うん、やだよ。そう、スプレーの後もどうにかしたい。今日椎茸、私椎茸大好き。椎茸が好きすぎるよ。え、椎茸の絵文字あるの？初めて見たんだけど、それ椎茸？え、椎茸の絵文字って存在したんや。椎茸初めて見たけど、ずっとあったそんな絵文字。はえー、知らなかった。バーベキューで焼きたい。でも私根性ないからさ、ちょっとバーベキューの網の上ですぐしなしなになっちゃうかも。あ、なめこなのこれ。え、そう、そのさ赤と白のいかにもなんかちょっとやばいですよみたいな、笑いが止まらなくなりますよみたいなキノコを見たことあるけど、その茶色のキノコ初めて見た絵文字で。ゴレヒロさん、お断りです。え、なんで？みんなあるん？みんな、え、みんな出るもんな、キノコ。え、出てこないんだけど。え、ないよ。なんで？なんでですか？何の差？この差って何？アップデートの問題？さあ、アップデートしよう。の問題ですか？え。ふっ
くちゃんお疲れありがとう。しんいちさんお断りです。なんで出てくるん、ちょっとなんで、なんでなんで、機種教えてよ。機種と携帯会社によるの、そんなことある？ドコモの顔文字みたいなこと、アップデートなの？私の iPad が古いからなの？なんでよ、私もキノコ出したい。 iPad au です。 Google Pixel iPhone、 私も iPhone だよ。ちょっと待って、テロップに書いてみよう。キノコ、出てきた、出てきた、出てきました。わあ、じゃあ私の iPad が古いだけか。キノコ存在したんや、こんな絵文字知らなかった。ちょっと前髪も配信終わったら切ることにする。よし、あ私なんでキノコの話をしてるかっていうと、前髪を下ろしたらキノコみたい、椎茸みたいっていう話からキノコの話になって絵文字の話になったんですけど、ただ私が前髪を止めてしまったので、もう謎にテロップにキノコがある人になってしまいました。前髪を止めてしまいました。トニーさんハートありがとうございます。テロップキノコマンになっちゃった。こんにちはキノコ、一言、はい、挨拶は大事やから、こんにちはキノコにした。今日は何をするんですか、お仕事でしょうか。お仕事かな。ゆうちゃんマイク、いっきーさん小判ありがとうございます。みんな働ききのこ、きのこのこのこ元気の、皮膚科に来たよ。皮膚科、私も皮膚科行きたい。皮膚科に行って何をしよう、何をしてもらおう。なんか肌の調子がいいんだけど、最近は、最近はいいんだけどね、ちょっとお肌を見てもらいたいな、皮膚科。チャートリ公演、そうじゃん、今日内海理音の最後のチャートリじゃん。ほんとだ、ほんとじゃん、今日チャートリ公演だった。せいちゃん生誕祭、福岡せいなさんこんにちは。例のイオンに行ってきます。例のイオンってもしかしてだけど、もしかしてだけど、もしかしてだけど、マツコの知らない世界でアイス大量に売ってるイオン川口なんちゃら店じゃないの。めっちゃ羨ましいじゃん。 SK さんのライブ行ってくる。え、今日いろんなところで他のアイドルさんはライブしてるの。 ST もあるか、 ST はチャートリーってことか。いいなみんなライブ、私も出たいわ、出たいわ。起きて目開けたら激痛で、目をつぶったら治って、目開けるの、え、何それ。え、でもたまに私もね、あるそれ、寝る前とかまつげが入ってる大体。え、怖、病院行ってね。おきちゃんの推しのせいちゃんです、うん、福岡せんなさんや。おきちゃんの推しのせいちゃんはもう確定で福岡せんなさんだ。今日はエイトの日、ほんとだエイトの日。トゥルルントゥルルン、はいせーの、トゥ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 。まこばやさん、音符、しんいちさん、ペンライトありがとう。ノイミーのサマステ、そうだよ、今日ノイミーさんサマステなんだよね。外れたからな、こや
多い。やっぱ倍率すごいんか。そっか、そうだよ。明日 STU がライブをやる場所で、今日はノイミーさんがライブをしてます。そうだよそうだよ。大吉さん、かわいい、 ありがとう。ジャーパングさん、ハートありがとう。Thank you。 テキサスのロンスターさん、アイスありがとう。ありがとう。明日カニさん、萌子ちゃんのゴリラを買いに行きます。イコール STU の見に来てくれるってことか。じゃあ一緒に嗅ごう。一緒に嗅ぎましょう、蟹沢萌子さんの残像を。残ってるかな。くわだりさん、音符、あ、音符じゃない、マイク、あ、音符もありがとうございます。ピキノコ、かわいい、ありがとう。キノコの、エリンギ、マイタケ、ブナ、シメジ、パチャン、はい、パーです、パーだよ。明日は楽屋で榊マリコ、科捜研の名の榊マリコのポスターを見つけたいと思います。2年連続写真を撮るチャレンジです。ちゃんとマネージャーさんに許可を取ります。今年も去年もちゃんと許可取りをしたので、榊真理子さんと、榊真理子さんのポスターと写真を撮るぞ。15日の天気も今んとこ晴れ。お、よかった。一日、本当に丸一日船に乗ってるから、天気がね良くないと大変なので、めちゃめちゃ楽しみです。めちゃめちゃ未来心の丘、久々行く、2年ぶりに行くかもしれん。アシーさん、マイクありがとう。ヒロシ BKK さん、ハイビスカスありがとう。ミックさん、ハート。ノリさん、バルーン、ありがとう、ありがとう。ね、お話し会ももうすぐ、もうすぐなり。浴衣の髪型迷ってる。2日間あるんですよ。で、2日目はあの個別撮影会もあるのね。個別撮影会もあるから、どっちの日をどういう髪型にしようか迷ってる。浴衣って結構メンバーの髪型かぶるじゃないですか。だいたいみんな団子かポニーかまとめ髪じゃん。悩むぜ、どうしようか。2日間あるっていうのも悩みどころ。どうしよう、どうしよう。悩むよ。どうしようかな。でもね、前回の個別撮影会の時が全然浴衣とかじゃなく、普通に衣装だったんですけど、まとめ髪しちゃったんよ。あのこうやって編み込んで、前田敦子さんみたいなやつやっちゃったから、その写真を撮る方からしたら被らない方がいいじゃん。だから1日目にまとめ髪とかでもいいかなって。2日目はその前回の小札と違う髪型がいいのかなと思ったりしたり。多分メイクさんが来てくださるんよね、浴衣なので。私服のお話し会は自分で髪の毛しなきゃいけないけど、メイクさんが来てくださるってことは、もう自分でも見えない後ろの髪とかも綺麗におしゃれにしてもらえるっていうことでもあるので、あ、でも人数が多いのでそんな凝ったやつもできないっていうことでもあるから悩みどころです。専属とかじゃないから、みんなの、 あのメンバーを順番に
髪の毛していかないといけないから時間内で、それが悩みどころ。うなじ、うなじ好き、じゃあうなじは出してこう。うなぎ、うなぎ、うなぎ、うなじ、こんにちは、こんにちはだよ。ばあちゃん、はい、なんでしょうか。今日はもうお昼ご飯食べたから完璧です。配信前にお昼ご飯を済ませた。いつも腹ペコやけど今日は済ませた。グー、ポテチさんハートありがとう。今日は同じ時間抜きました。残念、今はもう同じ何も見えません。残念、やっと昼休憩。昼休憩どんくらいあるの？1時間ある？今日のお昼ご飯はドルル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 ルダン、オートミール、ドルル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 ン、冷凍餃子です。もう簡単、もう料理するだけで汗かくのでもう料理なんてしません。焼くだけ、フライパンにお任せ、フライパンとガスコンロにお任せしたら完成。楽ちん楽ちん。ロデムさん音符ありがとう。12時から13時です。1時間休憩か。餃子餃子、最近は冷凍餃子が水不要って書いてくれてるから助かる。もう本当に入れるだけ、簡単。響さん音符ありがとう。こんにちは。ああ、なんかめっちゃ揺れちゃう。替え時かな、やっぱずっとね、あのね、私のスマホスタンドずっと壊れてるんですね。あのこんな見えるかな、このこれ、これが本来は取れないやつなの。この今スマホを挟んでいるやつとこれはくっついているものなんですけど、もう1年半ぐらい外れたままでやっとるよね。だからこうすぐブレちゃうんですよ。買い直してこれだから。前回もこれになって、で今回また同じやつを買ったんですね。同じやつを買いましたらまた同じことになって、ちょっと違うの買おうかな。そうなのよ、ちょっと不便です。お昼済んだ。餃子餃子餃子大好き。スマホスタンド、でもねメンバーの見てるとみんな持ち運びができるスマホスタンドなんですね。高崎愛子の収録の時もみんな事務所にもうこんぐらいのコンパクトに折りたためるタイプのこんぐらいの、広げてもこんぐらいのやつなんだけど、私はもう座高より高いスマホスタンドで、このリングライトがついてるの。この目ん玉の中見てもらったら分かると思うんですけど、このリングライトがついてるしでかいから持ち運べないので、私は高崎愛子の収録の時は事務所のちっちゃいスマホスタンドを借りてるんですよ。やっぱちっこいのがいいのかな。家がさ、そんな広い家じゃないのにこのスマホスタンドが結構場所取るからね、ちっちゃいのの方がいいのかなと思う気持ちもあるけど、やっぱりこうやって置いてあると一回一回配信するたびに取り出したりしなくてよくて、始まるときはここに座って定位置、このショールームスペースに座ってスマホをこのスマホスタンドにピッてつけたらもう完了だから、
楽ちんないよ。マチャルさん、お断りです。そう、これリングライトだよ、これ。そう、今も間違ってつけちゃった。お昼の時ね、だいたいつけないんですけど、なんか間違って今日つけちゃいました。悩むど。みんなお話し会の時どうしてるんだろう。手持ちの方もいるけど、リングライト、え、使ってんのかな、どうなんだろう。でも結構みんなさ、背景こだわってくれてる方多い。ちゃんとメンバーによってグッズ変えてる人多いからちゃんとメンバーに、あー、なんか、あー、そこなんかうちは2枚重なってるってことは後ろは誰かのやつあるなみたいな。クローゼットのさ、扉あるじゃないですか、こういう引っ張るとこ、そこにあのフックでうちわかけてあったりして、その時に、あ、なんか後ろに重なってんなみたいな時は、大体違うメンバーだったりするんですよ。あと角度によってメンバー変わる系の人とかもいる。ちゃんとセッティングされてるなと思って。グッズ買えるよねなんかグッズ、あの、なんていうの、美術のさ、デッサンする時のあの、わかる、あの立てるやつみたいなのにボード、A5 サイズのボード、 A3 サイズかの、あのでっかいさ、富士フィルムのでっかいボードをかけてる方とかは、あ、きっとあれは私のとこに来るから私のやつをかけてくれとんやなって思ってありがたく見ております。結構見てます。オンライン、次は月末です。オンラインお話し会は、オンラインお話し会は8月の31、野菜の日、野菜の日ですかね。野菜、野菜、あ、違った、あれ、合ってた合ってた、8月の31野菜の日です。まあ実質パセリの日ですね。その次のオンラインは9月23、そして10月の27、10月の27はあれだね、10月末になってくると、10月末になると2期生の最終オーディションの日になって、みんなでなんかこう、オーディションから何年ですって言ってね、みんな投稿しだすんですよ、メンバーもファンの方も。でまた2ヶ月後の12月になったらまた同じ投稿が上がる。お披露目の日です記念日がたくさんあって、10月末にあの合格はしたんですけど、お披露目自体は12月っていう、ファン投票のオーディションならではの、ドラフト3期生とかもね、記念日がいっぱいあるんですけど、お披露目と合格した日が違うんよ。なんか普通はお披露目されて合格を知るじゃん、他のアイドルさんって。けど2期生はもうお披露目っていうか、投票最終審査で順位が出て、この子たちがメンバーになります決定。でそこからちょっと期間が空いて改めてお披露目をしますって感じだったから、そう、記念日が2個あるんですね。 STU もデビュー日と CD のリリース日とみたいなのがある記念日たくさんのグループです。記念日、そうなの、だからいっぱいお祝いできます。レストさん、ハートありがとうございます。ちなみに明日はシナノソラハの誕生日でございます。もうプレゼント早く渡したい。
プレゼント、なんかプレゼントをね買っとったんやけど、事前に不安になって、本当にこれでいいのかって不安になって、昨日また違うやつを追加で買いに行ってで、お手紙も書いてたんだけど、それじゃ不安になってまた昨日ロフト行ってメッセージカードを買い直して、なんかもうそわそわしてます私。そわそわそわそう、今日の夜ひまたぎ配信するっぽかったですよ。ちょっとそわそわ、去年が二十歳だったからってね、めちゃめちゃ盛大に祝ったんよねだから今年ちょっとプレッシャーというか、去年を祝いすぎてしまった感じがして、いろいろいろんなものをね何個もあげたんですよ。だからいや今年どうしようってめっちゃ考えまくって、で去年あげた化粧品をまだ開封してくれてなくてまだ開封されてないんよね、いまだにまだ未使用なの、去年あげたパウダーが。いいやつをねあげたんですけどだからもうコスメはダメやと思って、これはコスメをあげて もう使ってくれんからコスメは避けようと思いまして、すっごい悩んだ。でしかもあげすぎてしまうと値段を全部調べ上げるの、もう刑事なの。調べてきて私の誕生日にその金額以上で返そうとしてくるので、それもちょっとねドキドキハラハラヒヤヒヤって感じなんです。あまりに上げすぎると向こうに負担かかっちゃうっていうのがあるから、難しくて難しくてそわそわします。喜んでもらえるかそわそわしてます。のりさんハートありがとう。悩みます、プレゼントは悩んじゃいます。この前あのなすびちゃんっていうお友達の誕生日があったんですけど、なすびちゃんは小中高の同級生でね、その子にタンプレを郵送したのね、遠くに住んでるから郵送で送ったんですけど、そのメンバーはコスメとかをさ楽屋とかで何使ってるかこうチラ見できるじゃん、あみたいな、あこれ使ってんだみたいな、これあげたいけどあれ持ってるかなみたいなさ、そういう調査もしようと思えばできるんですけど、離れて暮らしてるし全然会ってないのね、もう何年も。だからもう何あげていいか分かんなくてどうしようと思ってめっちゃ悩んで、結局コスメにしたんですけど、コスメもいやこれ持ってるかもしれん、いやどうしようどうしようって思って、なんか新作とか期間限定とかを結局選んだんですけど、難しくない？難しすぎない？プレゼント選び。ゆうぴょんハートありがとうん、野菜、そう野菜、友達みんな野菜じゃないよ、なすびちゃん人間、人間。こんにちは。プレゼント選び難しすぎて、なんかファンの方からいただくプレゼントとかさ、もっと悩むじゃん絶対ね。何あげようって、おしめに何あげようっていっぱい考えてくれてるんだろうなって、もう感謝。楽しいけど悩む時間も、幸せだし楽しいけど難しい。買ったは買ったでまた悩み始める、本当にこれでいいのだろうかって悩み始めてしまう。ミックさん音符ありがとう。誕生日プレゼントに日焼け止めか日傘が欲しい。おねだりされとるんだけど私今、おねだり。いや日焼け止めおすすめだよ、でも何がいいかわからない、種類が多すぎて。めっちゃ種類あるじゃんドラッグストア行っても。昨日も買ったんですよ、なくなったから。
ストックしようと思って買ったんですけど、なんか X で調べても口コミが本当に人による、いいって言ってる人もいればベタつくって言ってる人もいるし、サラサラって言ってる人もいるし、本当に人によるんだなって。同じメーカーとかでも人によるから難しいなって思って、分からなかった、何買ったらいいか。ポテチさん、アッキーザラ大好きマンさん、ハートありがとうございます。車欲しい。ここおねだりする場所、なんかサンタさんと思われとるかもしれん私。それかパシリ、パシリと思われてるかサンタと思われてる。で、私は口コミは全部 X で調べてる。もうね、化粧水をずっといろいろ試してて、昨日もドラッグストアでどれにしようかなーって、また違うの試したいなーと思って見とったんやけど、この前 X で口コミいいって流れてきたやつ見つけたから、よしこれにしよう。でも一回、一応もう一回 X で調べようと思って調べたら、悪い口コミばっか出てきてあれ、この前調べた時めっちゃ口コミ良かったのにあれって、なんかブツブツができましたみたいな口コミ流れてきて、え、どっち、どっちを信じたらいいんですか。難しい、やっぱ人によるから。何でも難しいよ。え、そう、テスターもねあるじゃん。でもテスターさ、あの化粧品とかもだけど、手に塗っても顔に塗るとまた違うらしくて、むず、手の皮の厚さとこの顔の肌の厚さが違うから意味ないですみたいなの見たことがあってね。いや、なんだそれ、もう無理じゃん、買わないともう分からんじゃん。難しいよ、分からない。だからいろいろ買って試してみてる。合わないやつとかは体用にしてます。膝とか、膝のカサカサ取るために保湿する。肘とか、肘が綺麗な人っていいよね。あと手の関節とかがさ綺麗な人いいなと思う。あと爪がこう長いお姉さんの爪してる人いいなって。こう手の形がこう綺麗な、こういうなんかヒューみたいな、手のタレントさんみたいないるじゃんね、羨ましい。私は保湿しても保湿してもさ汗で落ちてしまうんですよね困ったことに。そう、実際に使わないと。首はもう保湿しまくり、でも汗かきだから全部落ちる。首さ、首が日焼けがすごいです。私日焼け止め塗ってるのよね、首もちゃんと。なのに多分汗で落ちてめっちゃ日焼けしてる。顔と首の色が変わる、ほら首の色が焼けてる。ゼータン回復薬ありがとう。手美しく痛いよね。おてて、おてて、おてて、てて、こんにちは。今日は何時までしよう。1時。あと20分。あと19分。1時までにしよう。今日は髪の毛をきれいにして。
外に出ます。みんな13時になった途端いなくなっちゃうから13時にしとこう。そうしよう、1時間にしとこう。みんなちゃんとお昼ご飯食べれとるんかな。パセリの配信見てくれて、昼ご飯タイム取れてますか。楓さん、かわいい、ありがとう。エビフライ定食です。いいね、サクサク。冷麺は、冷麺食べたい。冷麺におすすめちゃかけたい。カレーパン、カレーパン夜配信あるよ。もちろんあります。アルドン、今日は夜更かしをして12時におめでとうっていうミッションがあるから、おめでとうライン一番狙っとるんで、今日はちょっと頑張って寝落ちしないように頑張るよ。仕事してる手で見てる。わあ、もうプロフェッショナル、ありがとう。お仕事中に。ひろし BKK さん、バルーン、陣内さん、かわいい、ありがとう、ありがとう。わ、ファミマ、そうよファミマ、今増量中。体重は増量しないように頑張っていこう、頑張っていこうな。右田ピッポさん、ハートありがとう。私もこの前誰かの LINE でね、フライングしたんよね。誰だっけ、誰かの誕生日にフライングしました。1分、誰だ誰だっけ、誰かの時にリコチかな、リコチだ、工藤リコちゃんのお誕生日の時に一番狙いたくて送ったら59分だったよ。59分、悔しい。でも私のお父さんは毎年私の誕生日の前の日の夜8時とかに送ってくるから、もうフライングの神。お父さん早いから、別に早寝するわけでもないのにさ、全然夜まで仕事してんのに8時とかに送ってくる。おめでとうね、早いよね、めちゃめちゃ早い。今日から職場復帰しました。お、やっと治った。体調元気ですか。キャーン、コロナ明け、よかった職場復帰。でもきついですね、病み上がりの仕事は。絶対に座っとくのもきつそう、立つのもきついし、動くのもきつい。あとなんかそういう感覚を取り戻すのが大変そうだね。うん、そうだよね、忘れないようにかもね、先に送ってるの。しんいちさん、回復薬ありがとうございます。体調不良、みんなの思う体調不良に一番効く食べ物は何ですか。体調不良で食欲がなくてもこれなら食べれるぞみたいなのありますか。私はピノ、ピノがあったら甘いものもひんやりしたものも食べれる。アイスもね、食べる気力なくなるんよ、体調悪い時。ピノだけは食べれる。ヨーグルト、ウィダーインゼリー、速攻元気、あ、速攻元気、速攻元気間違いない。バナナ、そうめん、そうめん、あ、速攻元気か。こんにゃく畑、うどん、にんにく、そば、プリン、やっぱ定番なんかな、プリン、ゼリー、ヨーグルトは。
黒さん、音符ありがとう。みかんゼリー、アップルジュース。やっぱさらっと食べたり飲めたりするのがいいんか。そうめんとかもだけど、でもそうめんきつくない？体調悪い時そうめんをさ湯がいて、で水でこうやって水切って、こうやってシュッシュってなんかこう丸めてピョンピョンって置くやつ、きつ。豚汁、天敵、間違いない、もう天敵が一番。天敵ね。あ、果物、確かに果物、そうね、リンゴとかね。TKG、 ほう、水で戻すだけのそうめんがあるの？私もそれにしようかな。そうめんを茹でるのがなかなか茹でようっていう気にならなくて、あのそうめんこの前ねコンビニで買っちゃったんよ、帰りの新幹線で食べようと思って。もう自分じゃ茹でないからコンビニで買っちゃえって思って買っちゃったんよね。お水でできるんや。ポカリ、うん、ポカリ。なんでね今こんなことを聞いてるかって言いますと、なんかちょっとね、あのお父さん単身赴任中の父がちょっと体調を崩しかけてるというか体調悪いみたいなのを聞いたので、ちょっと参考にしようかなと思って、教えようかなと思って。買いに行けないじゃん、家族誰もいないからさ、心配だからみんなに教えてもらおうと思って。ちょっとお高めのユンケルをじゃあお父さんに言っとこう、ちょっとお高めのユンケルと速攻元気にしな。タカさん、マイク、ハートありがとう。おお、お父さん絶対そうめん茹でないやろうなと思いながら聞いてた。そうめん食べたくなりました。私が言うんけど買うかな、お父さんちゃんと。この前はそう、この前その体調が良くないって言うから、コンビニで買いなって言って LINE ギフトのやつ送って、したらポカリとアイスだけ買って帰ってきたんですよポカリとバニラモナカジャンボだけ買ってたんですね。だからちょっと栄養のあるものを情報として教えないと、やっぱ体調悪いからさ頭も働かないじゃん。コンビニ行ってももう分かんなくてパッて手に取っちゃうじゃん。だからみんなのね知識をお借りしようと思います。そう、チョコモナカジャンボじゃなくてバニラモナカジャンボだ。コロネさん、音符ありがとう。2000円のユンケル、分かった、2000円のユンケルって言ったくね、お父さんに。お父さんはね何が好きか、アイスアイスです。うん、親子、お父さんの好きなものはブラックモンブラン、あとは牛乳。私のお父さん牛乳大好き、ご飯の時も牛乳飲む。絶対に合わんでしょうみたいな、どんなご飯でも牛乳で食べるの。昨日は OS1 をおすすめしました。体調悪い時 OS1 って美味しく感じるらしいよって、飲みすぎはダメだよって。 OS1 をおすすめした。そう、給食スタイルなんよ、ご飯に牛乳、絶対にお茶とかじゃない、絶対に牛乳なんですよ。どんなご飯でも牛乳。ジェリーさん、バラありがとうございます。麻婆豆腐、
体温を上げるってこと？おお。もう心配、離れて暮らしてるとさ心配です。家族が体調崩すと何もできないから超心配になっちゃう。あやばいやばい、ちょっとシナモンが大暴れしましてスマホが斜めになりました。すいません。マルヒノさん、レインボースターありがとう。牛乳を食べる前に牛乳飲んだら太らないっていう、そうなの？そうなの？本当？知らなかったよ。お酒飲まないお父さん、飲まないんですよ。脱水気味だったらバナナ。おお。みうらっちさん、くまありがとう。ポン、ありがとう。くまちゃん、いろんなくまくれるやん、くま。なんかゲームみたいなくまと普通のくまちゃんとハイビスカスじゃなかった。夢川のくまちゃん。三種のくまありがとう。より引き中みたいなこと。ありがとう。絶対食べてないわ私のお父さん野菜。娘がパセリなのに絶対パセリも食べてないわ。陣内さん、アイスありがとう。クマ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 、紙袋なくてもいい。なんか私がさ紙袋集めが好きみたいな、紙袋集めマニアみたいなのを話してから、私に送っていただいてるプレゼントに私へのプレゼントのブランドじゃない、絶対他のメンバーにあげたであろうブランドの服とかの紙袋が3個ぐらい同封されてるんですよ。もうショールームのチェックがすごいと思ってパッと開けて、紙袋閉じてある、中に商品だけ入ってるってことかなとか思って見たら、もうシンプル紙袋オンリーみたいな。そう、私が前に紙袋紹介をショールームでしたから、それをちゃんともう推しの言うことは絶対みたいな感じで、パセリに紙袋を与えなきゃみたいな感じで送ってくださってて、そう、本当にみんなちゃんとショールーム聞いてるんやなって。私が忘れてることでも結構みんな覚えてるじゃないですか。パセリなんとかって言ってたよねみたいな、なんとかかんとかって言ってたよね、何のことみたいななるぐらい結構みんなさいろんな発言覚えてるじゃないですか。恥ずかしい、めちゃめちゃ恥ずかしい。でも大事にしてますちゃんと紙袋、本当に持って帰ってきてまた増えたんです。また紹介するね、また紹介します。私の紙袋ボックスパンパンだから今もうね大変、でもすぐなくなる、すぐ使うからね。クロさんハートありがとう。ひろし BKK さんハイビスカスありがとう。いっぱい、最近は靴下落ち着きました。一時期靴下もうプレゼントボックス、私の尾崎セリカって書いてるプレゼントボックスのとか、もう靴下靴下靴下みたいな感じだったんだけど、最近落ち着いた。なんかちょっと寂しい。クロさんハイビスカスありがとう。そうで、また増えるかもしれない、こうやって喋ったら。みんなも紙袋大事にして、もうみんなが持ってて、紙袋で使うじゃんいろいろね、人に何かをこうあげるときとかにさいるじゃん、必要だったりするじゃん、借りたもの返すとかあげる、なんかお裾分けとか。豆太郎大きなさん
音符ありがとうございます。そうなんよ、必要な時にないんよ。しかもサイズ感がね、わこのサイズなんかちっちゃい、例えばみかん1個とかをお裾分けしたいってなってさ、大きい紙袋に入れるわけにはいかないから、うわこのこんぐらいのサイズが入るやつ、あ今ないわみたいな時悔しくなる。こんなにあるのに、こんだけ紙袋あるのに紹介する、また紹介する。本当にもうめっちゃあるんです、もうめっちゃめちゃめちゃにあるから、今度今日の夜か明日とかいつか紹介します。引き出しね、私収納がないって散々言ってると思うんですけど、その限られた収納の1個の引き出しが紙袋オンリーの引き出しがある紙袋しか入ってませんっていう引き出しがあるから、もうみんなに見せびらかすね、私のお気に入りたちも。ちょっとなんかいいやつ、いいブランドみたいなのとかをもらうと、いいブランドの紙袋ね、紙袋をもらうとちょっとあげたくなくて人にあの商品をもらうとかじゃなくて、メンバーとかからとか事務所とかでさ持って帰るときに紙袋だけもらうときがあるんよね。そういうやつとかはなんか使いたくなくて大事に大事に取っちゃう。見せびらかそうみんなに。ということでお昼配信そろそろお時間ですね。58分になりました。12時58分お知らせします。早いわ。それではまた夜配信でお会いしましょう。見てくれてありがとうございました。あといっぱいあの元気になるご飯みたいなの教えてくれてありがとう。体調不良の食べ物教えてくれてありがとう。お高いユンケルと速攻元気おすすめしときます。マイファーザーに、餃子定食さんにおすすめしときます。ミッチーお断りです。お疲れ様でした。ありがとうございました。速攻元気ね、進めとく。ホットコーラ、ホットコーラ飲んだことない。ホットコーラ美味しい？ホットコーラ効くの？調べよう、調べるね。ありがとうみんな。私からしたらさ、家族でもみんなからしたらさ、知らないおじちゃんなわけじゃないですか、私のお父さん。もうね、会ったこともないじゃん。なのにみんないつも優しくして、私のお父さんアイドルなりたいって言ってるから、みんなアイドル扱いしてくれてありがとうございます。親子でアイドルさせてもらってありがとうありがとう、感謝。それじゃあ、それではでは、壇上を読みたいと思います。いきます。13位神代さん、12位楓さん、11位ピさん、10位イモケンピさん、9位クワドリさん、8位新一さん、7位ゼータン、6位ひろし BKK さん、5位ミックさん、4位マルヒノさん、3位スプマンテさん、2位シュンさん、1位ミューラッチさん、ありがとうございます。ありがとう。みんなお昼休みとかいろいろお休み中とかの中見てくれてありがとうございました。ではまた夜配信でお会いしましょう。午後も頑張ろうね。体調に気をつけて過ごしてください。速攻元気です、速攻元気。バイバーイ、またねー。